マドリガーレは、イタリア発祥の歌曲形式の名称。マドリガーレには、時代も形式も異なる2種類のものがある。中世マドリガーレルネサンスマドリガーレ中世。マドリガーレはすぐに廃れてしまったため、一般には、マドリガーレという渡航者を指す。どちらも、ペトラルカやボッカチオの詩から題材を得ることが多かったために、ルネサンス期の楽譜出版社が同じ名前を付けたという説がある。14世紀初頭のトレチェント音楽初期に北イタリアのロンバルディア地方の宮廷で演奏されたイタリア最初の多声歌曲。3つの四句でできた詩節が間にリフレインされる四句を挟んでいくつか連なる。堅苦しい形式で感情表現が難しいためにこの流行はすぐにバッラータにとって変わられ、以来この形式が復活することはなかった。代表的な作曲家にヤコポ・ダ・ボローニャが挙げられる。16世紀初頭、フロットラの流行の中から突如現れた形式。詩節がなく、リフレインもない自由詩を用い、テキストの抑揚に合わせてメロディーが作られた。感情表現を豊かにするために、ポリフォニーやモテットの様式、模倣体法、半音階法、二重合唱法など、あらゆる音楽形式が取られ、多くの作曲家が作品を作った。17世紀に入ってカンタータにとって変わられたが、その後も幾人かの作曲家がこの形式の作品を残している。代表的な作曲家としては、初期のアドリアン・ビラールと、中期のチプリアーノ・デ・ローレ、後期のカルロ・ジェズアルド、ルーカ・マレンツィオ、クラウディオ・モンテベルディが挙げられる。ありがとうございます。